今日はね、キャット様、シャトレーゼ。洋菓子知ってる？シャトレーゼ知ってるよね。シャトレーゼのワイン飲みながらちょっと喋っていこうと思うんですけどね。知ってた？シャトレーゼにワインあんの。知ってるよ。知ってた？うん。私そんな、昔は知らなくてね。ね、キャット様お酒飲めへんねんやけど、今日はとかね。あのね、飲んでも酔えへんから。で、酔えへんからついに、焼酎に変えた。はい、皆様こんばんは。お酒の塾長でーす。塾長アップ、塾長アップ、お酒。今回もご覧いただきまして本当にありがとうございます。今回は特別ゲストといいますか、準レギュラーでありますキャット様でよかったんですかっけね。いかがでしょうか。キャットでーす。なんかテンション高いですし、なんかユニフォームも今日はちょっと違いますね。なんか英語だったんですか。うん、今日イケメンから借りてきて。いいな、よかったね、うん。イケメンとは私ではありませんので、どうかあらかじめご了承いただけたら幸いです。じゃあでも分かるよ。分かるか、そんな。あ、今日テンション、声のテンション上げよう思ったね。あ、ほんまに、うん、そうか。今日はね、キャット様、シャトレーゼ。洋菓子知ってる？シャトレーゼ知ってるよね。シャトレーゼのワイン飲みながらちょっと喋っていこうと思うんですけどね。知ってた？シャトレーゼにワインあんの。知ってるよ。知ってた？うん。私そんな昔は知らなくてね、この前知ったんですけど、樽出しワインがねあったので、それをねちょっと飲んでいこうと思いますね。樽出しワイン、たまたま店買い物行ったらな、うん、売ってて、それで知ってただけ。そうやんの。これもちょうど瓶ね、別で購入させてもらって、お店の樽からね詰めていただいたっていうね、そういうものなんですね。ではシャトレーゼの樽出しワイン白で乾杯。キャットさん、ちなみにシャトレーゼってね、ワイナリーって2000年から作って始めたんですが、うん、シャトレーゼっていう意味はあれなんて、シャトーってフランス語でお城でね、レーゼっていうのはブドウっていう意味なんやって。そう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 、シャトーマルゴーとか。そう、シャトレーゼっていうのはね、ブドウだから、ブドウの城、ブドウの城っていう意味らしいんですね。だからシャトレーゼっていうのは結局ブドウの城っていうことなんで、洋菓子もそうですけど、ブドウを大切にするっていうね、大切というか使っていこうということで、で創業者の人も山梨県の勝沼出身やねんて。おお、勝沼。そうそうそう、だからその辺でもともと勝沼からの出身っていうこともあって、お菓子もそうですが、こうやってワインも手がけてるっていうね、そういう会社さんなんですね。ブドウリスペクト。そうそうそう、ブドウリスペクトですね。やっぱりフレッシュフルーティーですね、この樽出しのね、生の白ワインっていうのはすごいフレッシュフルーティーな感じがしますね。フレッシュフルーティー。そう、フレッシュな感じせへん、新鮮な感じ。うん、あ、そうやね、うん、軽いね、ライトね、テーブルワインな感じがしますよね。バンドテーブル、バンドテーブル。ちょうどね、今日ね買ってきて詰めてもらったんですけど、もうすでにねかなり量減りましたね。誰のせいや。これは熟女も飲んでたんですけど、キャットさんもね飲んでましたよね。なんかね、キャット様の方が多分、ね、飲んでたんじゃないかね、量的に。そうそう、そんなね、キャット様はお酒飲めへんねんやけど、今日はとかね、あのね、飲んでも酔えへんからで、酔えへんからついに焼酎に変えた。まあ、家にアルコール度数が控えめっていうことも言えるのかもしれませんね、うん、だそれの方がいいかもしれない。健康的っていうかね、うん、飲みやすいような感じですよね。勉強中でも飲める、これったら。勉強中ね。勉強する気ないやろ。フレッシュフルーティー、ちょっとパンのようなね香りもしますね。なんか発酵系統の香りがするんですが、まあね、シャトレーゼ皆さんご存知だと思いますけど、もしね、ワイン好きの方いらっしゃったらね、洋菓子を買ったついでにね、こういうワインもあるんだな、こういうワインも試してみようっていうね、思ってもいいのかなと思ってね。シャトレーゼのさ、うん、何や、あんことバター入ったどら焼きが好き、うん、へえ、そんなんあんねんね、うん、今川風みたいなやつじゃなくて、今川焼きじゃないんだよな。今川焼きじゃなくて、へえ、どら焼きの、うん、どら焼きのバター入りみたいな。へえ、なんかいろいろお菓子売ってはって、どれがええか選ばれへんかって、結局シュークリームと、あともう一個なんか一つ、レーズンが挟まったやつ買ってきましたわ、なんか、うん、ああそれも美味しいけど、ほんまに、あとかりんとまんじゅうとかも美味しいね。へえ、そうなんの、うん、へえ、まあ、片っ端から一個ずつ買うっちゅうのは。ああ、うん、へえ、でなんかあれやってて、なんだろう、そこまで高いような感じじゃなかったから、安いね、お手軽な感じでよかったなと思う。当たり前や、思いますほんまね。それもやっぱり自社工場で直売じゃないけど、まあ割と
間挟めへんから、うん、確かに調べですよ。確かに調べたら工場が大体 6箇所から8箇所ぐらいあんねんてね、シャトレーゼ。そうで、お店が500店舗前後ぐらいあるのかな。大阪の時もあったもん。あ、やっぱそうだね、うん、結構多くてね、大阪のどっか食べたことあって、うん、だからいや、あの大阪の時から普通に食べとったから、うん、あの何、あ、こういう安い店があるんやと思っとって、で、うん、こっちに来て、うん、何年か前に、うん、あ、山梨県なんやって知ってもらう、シャトレーゼ。そうだよね、そう、シャトレーゼのワイナリー2つあるんだよね。山梨県の勝沼が1か所と、もう1つは北杜市のワイナリー、あ、ベルフォーレワインって言って、それはあれやんけ、実はあの2002年にあの入手したらしいんやけど、もともとは雪印のワイナリーやってんて、うん、雪印ベルフォーレワイナリーだったらしくて、それがね、雪印もワイナリーやったんや。そう、調べててそれがあって、あ、そうなんだと思って、なんか同じ似たような系列のね、なんか似たような職種がワイナリー引き継いだっていうことも面白いのかなっていうね、思ったよね、なんかね。では今回はシャトレーゼの白ワインで乾杯。いい、明るい未来に乾杯。明るい未来にするためにみんな頑張れよ私も頑張ります。今回もご覧いただきまして本当にありがとうございました。お酒の塾長でした。塾長オップ、お酒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 。